こんにちは。久々にですね、スキー場に来ました。今日は1月、23日火曜日です。駐車場の方はですね、ご覧のように、30台程度ですね、止まっております。奥にはですね、自衛隊の、車両が、10台ぐらいでしょうか、止まっておりますね。訓練に来ていると思われます。案内表記はですね、パイロンの上に乗っております。今シーズン初めてですね、こういう表記は。自衛隊の方がですね、滑っておりますが、これはアルペンのスキーの板ではありません。数年前ですね、私も板を、観察させていただきましたが、ちょうど黒缶とですね、アルペンスキーの中間ぐらいですね、特殊な板というふうに、説明を受けました。山防止リフト沿いのですね、スキーゲレンデの今の様子です。明日からはですね、今夜からですか、ちょっと雪が強くなるので、今日撮影しに来ました。ゲレンデ側から見たですね、駐車場の状況です。手前が、満車状態になっている状況ですね。奥は、空いております。スキー場の様子です。今日はですね、自衛隊の方の、訓練が、結構目立っております。こちらのですね、リフト、乗り場のですね、反対側にも今ちょっと訓練をしている方がおられます。今のところですね、晴れ間は覗いております。雪質ですが、前回の雨によってですね、若干ですが、ちょっと固めです。固めですが、でも結構滑りやすい感じがしますね。また今夜から、結構粉雪が降る予定になっております。今度の週末は結構いい雪質に恵まれると思います。やはり平日ですので、自由にですね、自分の持ったコースが滑れると思います。こちらにも自衛隊の方が、訓練しておりますね。久々のですね、スキー場の様子です。なるべくスキー屋の方のですね、滑りを撮影して、皆さんに配信できればなと思っております。ようやくスキー場もですね、フルオープンになって、よかったと思います。若干ですね、風が強くなってきました。駆け足ですが、以上スキー場の様子ですね、午前中撮影しました。乗鞍満喫でした。ではまた。